よっしゃ楽勝。よし、やっていきますか。では、ヨボリアナ、やっていきたいと思います。ここクリアしたい。封印がある地点で嫌だもんな。行き、ダメとかでかいよね。なんかナルトを思い出すんだよな、この技していると。なんだっけ、キリンだっけ、上からかますのは。だったような気がするんだけど、なんかね、ちょっとキリンっぽい感じに見えて結構好きだな。っていうかね、こいつに対してスーパーアーマー貼れるのはでかい。マジでさあ、いつ。はい、じゃあ回復。あれ、自然治癒がついてね。あー、これは多分やり直しかな。もう一撃も食らうな状態なんで、そうか、回復なしか。そうなると話が変わってくる。一旦これで素材揃うかな。よし、じゃあ行こう、リベンジ。っていうかな、ゴールするためのこの解放するやつの場所が分かんないんだよね。どうだろう、あの上なのかな、そもそも。はいはい、あー、こっちまだ行ってないのか。違う、前回ここでやられたんだ。昇竜拳してくるじゃん。あー、余計なところに。で、これで、ちょっと待った。あー、そういうことではない。クリア。無限山山頂へ行けるようになったと。山頂か。いやー、
ちょっと予想より早く行けてしまったな。まあ行ってみようか。無限山山頂と、どうせボスがいるんだろうね。山頂まで来てみれば何もないではないか。はて、奇襲の主界がこの辺りに隠れておることは間違いないと存じますが、ひとまず他の用事でも済ませてからまた来るといたしましょう。他の用事ということは、不破系か。まあまあちょこちょここなしていくか。無限城へ行けるようになったって出たね。無限城マジか、全体的にいるのか。マジか、それはあかんやつやな。よし行こう、無限城。なんじゃこれは。このような城前からあったかな。やばそう。霧に包まれた山々とはいえ、これほどの城があれば峠からも影くらいは見えるはずですじゃ。それに加え、竹林様の砦とは明らかに異なる様式。鬼どもを滑る何者かがここしばらくのうちに建てたとみて間違いございませぬ。鬼の多さとやら、わしらが気づかぬうちにこのような城まで作り寄せるほどの力を持っておるのか。さて、いかがなさいますかな、お姫様。ここまで来たんじゃぶっ潰すに決まっておら。さあ砦攻略。いやだって明らかに城だもんね。これは嫌な予感が当たったりしてね。それはやばい。なんだろうこの最後感。ほい。まあでもそんないいものもらえるって感じではないね。さすがにショートカットはないか。さあ人の間、絶対人いないよ。それよそれ。そのスーパーアーマー卑怯だよね。にゃろ。いやーそのアーマーが強すぎるわ。こっちもスーパーアーマー欲しいよね、そろそろね。雷のやつがスーパーアーマーといえばスーパーアーマーではあるんだけど、どこを見ておれ、こらた、
くよ。はあ、そうきたか。やべえな、これは。カス当たりか。やっぱ出てきたね、レベル差で勝てないところが。ひるまないんだよね、そもそも。はい、ゲッター。さあ回復回復。あー強えよ。さすがに何レベル差だ、もう見れないのか。多分7か8ぐらいもいってそうだよね。さあスクセの薬師。うわー、田植えもんの勘が当たってた。この凄まじい邪気、ヒゲにビシビシきますぞ。紛れもなくこやつが鬼どもの長でありましょう。ほう、誰かと思えば橋で会ったガキじゃねえか。久しぶりじゃの。しばらく見ぬうちにえらく強い気をまとうようになったもんじゃ。まあな、てめえらよりもずいぶん前にこの島にたどり着いた。磨き上げるだけの暇はあったというわけだ。わしらが島に来たのを知っておって、何故本気で攻めてこなんだ。こっちはこっちで手一杯でな。今にも暴れ出しそうな輩を抑えるのに手を焼いていたのさ。まあまあならねえもんだ。何にせよこれまでじゃな。手下の鬼はそう崩れ、もはやお主で最後よ。諦めて降参しても良いのだぞ。最後だと。これまではただの化粧戦だ。てめえはまだ何も倒しちゃいねえし、何も倒せやしねえ。この俺一人すらもな。変身したか。こやつを止める。アリーが効かない。やばそう。おー、ありっちゃありだったな。見ていてて。
よっしゃ楽勝。やったか。ハリセンが台無しにするな。そのざまではもうさっきの姿にはなれぬじゃろう。これで見逃してやるから、どこかへ去れ。お主は殺すなと頼まれておるしな。殺すなだと？カツラだな。つくづく尺に触る野郎だぜ。お主を案じておるのだ。すぐには難しいかもしれんが、いつか腹を割って話し合うがよい。あめえな。そんな気があれば奴の首をかっ切ってやるぜ。それに今頃は。今頃は。なんじゃこの大揺れは。おひい様、あれを。山が燃えておる。始まっちまったな。どういうことじゃ、詳しく申せ。てめえらも聞いたことくらいはあるだろう。悪神大御舌のお目覚めだ。大御舌じゃと。バカな、やつはあの時。確かに奴は見えたことは少年中に。だが死んじゃい。この島の地中深く潜み至福の時を過ごしていた。なんということじゃ。この島にたどり着いたばかりの俺は奴とはすぐに引き合ったぞ。抑えきれねえ恨みと怒りに突き動かされている。俺は奴の傷を癒す手伝いをする代わりに、この鬼の力を手に、共に都を滅ぼした暁にはあの橋を渡り麓の世にまで攻め入るつもりだった。見ろ、目覚めただけでこのありさまだ。地中から飛び立つ時にはこんなもんじゃすまん。神々の都を木っ端みじんにするために蓄えてしまう。この島はひとたまりもねえだろうさ。おのれ。お待ちくだされ。今あやつを撃っても何にもなりませぬ。田植え者との約束もございましょう。だがあやつが報いを受けるのはこれからですじゃ。鬼の力もない人の子がこの島でまともに生きていけるかはおひい様もよくご存知でしょう。そうじゃな。わしらを頼らん限りあやつに安らぎは訪れぬ。しかしわしらもこのままでは。ジーよ、今のわしなら大水地が倒せると思うか。おひい様は心身ともにまことに強くなられました。今では都の神々の中でも指折りのお力にございましょう。この玉にとってそれは何よりの幸せにございます。しかし恐れながら未だ御父竹利備様には遠くを呼びませぬ上、大水地めもかつてよりはるかに強くなっておるようです。おそらくは都の神が総出で立ち向かわねばならぬでしょう。せめて竹利備様、豊花様がお戻りになれば。そうか。おひい様、この島を守りたいですかな。ご両親が出会ったこの島を
おひいさまが人の子らとを助け合って暮らしたこの島をですじゃ。それはもちろんそうじゃが、わしらだけで何ができようか。前に羽衣の力の話をいたしましたな。力とは応分の報いを求めると。それは裏を返せば、対価を払えば力が手に入るという意味にもございます。何が言いたいんじゃ。今こそ羽衣に隠されたすべての力をお使いになるのです。その羽衣の真の名は伊勢渡りの比叡。世の境を超える力を宿した布にございます。誰が何の目的でどのように作ったものかは分かりません。力を出し切ることで何が起こるのかも分かりません。しかし大水氏がいかに強い攻め手を打とうとも、異なる世に送ってしまえばそれはないのと同じですじゃ。そしてこの玉を、真剣星玉の剣を溶かして打ち直し、おひい様の新たな農具とするのです。真剣の力を備えし農具であれば、大水地の鱗といえど貫けるやもしれませぬ。いな、この玉のすべてにかけましても必ずや打ち貫いてみせましょうぞ。溶かして打ち直すじゃと、何を申しておるんじゃ。そのようなことをすれば。しっかり。この玉を宿す我が身は今や剣の柄部分のみにございます。溶かして打ち伸ばし、他の鉄を足し合わせることで真剣として生まれ変わることはできますが、おそらくこの心は失われてしまうでしょう。そんな、何故にじいはそんな辛い問いを投げかけるのじゃ。たった一人でわしを育ててくれたじいを家とせよと申すのか。お優しいおひい様、この玉にはもったいのお言葉にございます。嬉しゅうございますぞ。しかしこの玉はやはり一振りの剣なのです。たけりび様と共に幾多の戦を駆け抜け、今再びおひい様の剣として働けるのであれば、それは本望にございます。そこまでしたところで勝てる見込みがどれだけあるというのじゃ。不尊なる大水地めに矢名と親族の意地というものを見せつけてやるのです。くだらん、くだらんぞ。そんなものが何になる。皆死んでしまうのかもしれんというのに。そうじゃ、金太が申した通りじゃ。死んでしまっては元も子もない。よいか、こんな話は二度とするでない。これは主としての命じゃからな。おひい様、泥、いや貝混じりの雨か。とりあえず家に帰りましょう。皆や他のことが気がかりですじゃ。ん？すべてが枯れてるね。やっぱ、あー、これは何か言えない予感がする。いや、にしても、まさか大水地がやっぱ出てくるっていう感じは、話だいぶ出てたもんね。とりあえず戻ろう。焼けてる。あー、家が。マジか。
したことはない。鬼どもが退去してこの峠に押し寄せたのだ。どうにか皆を逃がすことができたが、家や田は守れなかった。すまない。な、生きておるのじゃな。それで今どこにいる？近くにいるんだ。ついてこい。サクナ様、ジー殿。なんとか皆を逃がし、蔵の中身も少しは持ち出せましたが、他は全て家も。サクナ様があれだけ手塩にかけられた田も。あのウサギ鬼だ。サクナガニシの砦様だってから傷も癒えねえうちに何度か峠から張ってっていることがあったんだ。その都度麓で倒れてるのを連れ戻してたんだけんども、他の鬼は手引きしてたに違いあんめ。だからあの時とどめばさせて。くそくそ、済んでしまったことは仕方あるまい。これからどうするかを話し合うのじゃ。は、これから、これからってなんだべ。もう終わりだ、何もかも終わり。それで田を覆えば少しでもこの泥雨は。ここにある分だけで全てを覆い尽くせるはずがないじゃろ。それでは雨が止んだらまた一から始めるのです。ここに種もみもある。我らは全てを失ったわけではござらんぞ。家や小屋は建て直せばある。草や木は次の春になればまた新たに芽生える。土もやがては。さん、いい加減にしろ。ちょっと黙れ。ガリマール、目をこすってはいけません。わからん、わからんの。どうすればいい。おひいさま、どちらに？川屋じゃ、川屋。もう泣いちゃったな。ここに来てしまったの。あの時はなんで来たんじゃったか。今年一年、お主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りにおまぶき、田んぼとお主らの面倒を見。なのにこんなものまで口にせねばならんとは一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。何も良くなってはおらんではないか。まさに今がそれじゃ。似たような理由で逃げてきたんじゃの。
自分では大きく変わった気でおったのに。いやはや、なんたるざまか。この時はたまじいと田植えもんが迎えに来てくれたわ。いや、こたびばかりは今自分のことで精一杯か。今は吹雪もない。こぎ出せば都とは行かずともどこか違う島にはたどり着けるのではないか。それともまた戻ってくるだけかの。わしがいなくなれば皆この島では生きてはいけぬであろうな。都に帰ればわしと玉爺は助かるかもしれんが、大水地が来ると知ってこの火月様や他の神々が人の子の面倒まで見てくれるとは思えん。足雲やカッパどもに至っては都に受け入れてすらもらえんじゃろ。皆のことが好きじゃ。この島での日々が好きじゃ。そうじゃ、それを守れるのは、守りたいのはこのわし、桜姫を置いて他におらんのじゃ。このようなものがあるから。あら、ごめん遊ばせ。約束通り様子を見に来ましたよ、さくなさん。ところで、今何か船にぶつかりましたか？いや、いい。とにかく案内する。なさいませ、サクナ様。もう遅かったのや。みんな待ってたっちゃ、神様。はい。おかえりなさい、サクナ。そちらの方は？お初にお目にかかります。心は姫と申します。サクナさんの親友でございます。おめ、友達おったんかよ。ことを申すでないわ。それより、これはどういうことだ？な、結局みんなで話し合ってやり直すことにしたんだべ。何はなくとも、まずは住処からと急ぎ仮住まいを立ててはみたのですが、我ながらひどいものにござりましてな。ちょっとした家も作ってくださいね。雨の降る隙間風、何でも食いだっちゃ。うい、うい。むしろお姫様、必ずお戻りになると信じておりましたぞ。ご覧くだされ、人の子らのなんとたくましいことよ。神である我らも負けてはおられませぬな。また、うまい
ペペとしとるぞ。凍えの減りが著しいな。やはり灰混じりの雨が降ったせいか、ここまで荒れてしまっては土を入れ替えればならんか。土を入れ替えて良くなるものなのですか。今よりはマシになるかもしれんが、土は育てるものなんだ。噴火の前に戻れるわけではない。入れ替えたら一から入れ直しじゃ。ならばまずはこの土から灰だけを除くことを考えてみましょう。灰だけを、そのようなことができるのか。今こうして土がベタついているということは、灰が雨、つまり水に溶けていたということですよ。水を目いっぱい入れて田を起こせば、重い土は沈み、灰は水とともに流し出せるかもしれません。お主、あっともええの。笑い方が怖え。いやーもう心は出た時笑いこらえるの必死だったんだけど、あーダメだ。よし、ではでかい石をどかし、水をたっぷり入れて土を起こしてやろう。さあ土起こすか。雨降ってきたし。終わり終わり。うむ、よく耕せたと思うぞ。いかがですか。おー、かなり良くなったぞ。完全に戻ったわけではないが、もう行ってほしいところですよね。灰といえば、そもそもヤナトは火山の王。今の我々にとっては何の変哲もない山でも、昔は火を吹いたと伝えられることは珍しくありません。いずれの地もその灰を受けてきたのだとすれば、何故に作物が育ちやすいところ、そうでないところに分かれるのでしょうな。わしが知るわけがなかろうが。確かに、一度でも灰をかぶったら取り返しがつかないのであれば、二つ世のどちらでも全ての作物が育たないはずですね。そうでないわけ。仮に、いや、しかし、つまり、ところは、ここでいつまでも立ち尽くしていても線がないのではないか。あっ、すみません、私考え始めるといつも。うん、嬉しいぞ、私らのためにそこまでしてくれて。まことにありがたきことでござりまするな。笑い方。それでは私は一度都に戻ることにいたします。古書蔵を頼れば何か見えるものもあるでしょう。そうか、わかった。用心して帰れよ。うわー、命の、うわー、全部下がってるな。そういうことか。あ、やっとセーブできる。あ、すごい、2年進んでる。マジ、いや、そうか、うん、そういうことか。うわー、マジかー。いや、切ないな。うわー、肥料もほぼなし。あ、にゃんこいるの。ここではないのか。てか、あんな真っ黒な猫いたっけ。とりあえず、
いろいろショックだねマジで。いやーマジかー、そんな一瞬でやられるか。まあもう言ってもね、直すしかないからね。じゃああれだね、次回はいろいろとこのついてるステータスを剥いでいくっていうところか。いやでも家の形全然変わってるんだよな。